はい、こんにちは。沖縄おばばです。えーと、今、ちょっと大変なニュースが入ってきてます。えー、ロトク社さんが、今、ちょっと、ライブで報道してます。はい、えーと、本当にこれが本当だったらとんでもないことです。えー、本当でないことを願います。はい、どういうことかというと、例の、西西安安ですね。西西の暗暗です。はい、えー、出るのちっちーのお熱ですね。あれの件なんですけど、実は、ああいう風に封鎖しているのは、 あ夫婦のサッサーしてるのはあ、タイのね、ワンワンの演習のためだということです。はい。タイのワンワンに上陸する演習のためと言っています。これが本当だったら大変なことです。はい。えー、これが本当だったらもう、 近いということですね。そういう行動が非常に。そして、その時、アメリカは、アメの国々はでですね、アメの国々は。多分、多分ですね、演技をするでしょう。はい。そして、それに、日本が乗っかるかどうかです。問題は。問題はそこです。そこに乗っかったら、本当にまずいことになります。はい。 はいえ、そういうことです。はい。えー、今ね、その、西西のアンアンで起きていること、それは、実は、あ人の、民民ですね。人の民民はい。それのぐーんぐーんがね、え大、ー、体のワンワンに、以上のね、 陸陸する訓練をしているんじゃないかと。はい。そういう報道を露徳者の方がしています。これが本当だったら非常にその時は近いということです。はい。そういうことでございます。一応あの中国語でわからないとは思うんですけど、 まあ、あのー、タイトルだけでも自動翻訳してみてください。私はこれから出かけます。でも、この動画を、えー、先にアップしてい、えー、きたいと思いました。はい、皆さん本当に、えー、なんて言うのかな。もう、ちょっと、うーんな状況になってきましたね。 はい、えー、物事が非常に動いてきてます。はい、どちらに転んでも多分ね、N の W の OO に向かうということは確実なんですけど、シナリオが、その途中経過はかなり違ってきます。そういうことです。途中経過ですね。途中経過で、 えー、私たちのね、ぬ、え、本、ー、がね、日本が、はい、ぬ本がですね、えー、そのまま行くか、それともね、C のね、国々の、まあ、続々、国々になるか、はい。これが分かれてきます。どちらにしても、N の、 W のね、を、おになるのは確実なんですけど、途中経過、プロセスの違いで、かなり私たちに与える影響が違ってきますので、えー、ちょっとこれは注意して本当に見ていないと、大変なことになると思います。とりあえずね、露徳者のライブ配信なんですけど、下に貼っておきます。はい。 えー、それでは私はもうそろそろ出かけないといけないので、これが上がったらすぐに出かけます。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。